このグレートマップでも見つけましたよ、ここ。行くぞ、おらー、くらえパイセン。お、強い、さすがパイセン。この野郎、前はよくもやってくれた。おしおし、全然いける、全然いける、これいけるんちゃう。来てる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 、イクチオとね、このシュボクザメもなんかちょいちょい出てくるな、こいつ。よし、こいつも使ってレベルを上げていけば。おいおいおい、どこ行った、どこ行った、ほらほら、ちょ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 、あんこもいる、あんこも、あんこも、ちょっと待って、これ食いたい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 、オッケー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 、すごいぞこれ、ガンガンレベル上げられんぞこれ。お、あ、また来たぞ、また来たぞイクチオ。おしよ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 し、こっちの方がやっぱレベルの効率いいかな。あー、ちょっと待って、レベル50になったらちょっと他のところに攻めていこうか。おーしよ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 し、なんかいっぱい勝手に向こうから飛び込んできてくるんだけど、ほら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 、いいねいいねこれ。さあ、まだね、レベル50にはなってないんですが、なんか海面にいっぱい肉がね落ちてるんですよね、これ。よし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 、これ食べよこれ食べよこれ食べよ、オッケー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 。なんでこんなにね肉が落ちてんのかな、すごいよね。なんでだ、何かが戦いがあったんでしょうか、ここ。あ、ちょっと待って、シュモクザメが死んでるぞ。シュモクザメが死んでる。ほら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 。シュモクザメと何かが戦ったんですかね。ほらほらほら、シュモクザメ。ほら、これ、よしよしよし、いただこういただこう。とりあえずこいつはいただいておいて、さらに、何かが来ないかなこれ。あ、あ、来た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 ぞ、イクチオの群れが来た。なるほどなるほど、イクチオとシュモクザメの群れが戦ったのかな、ここで。ねえ、ほら、ちょっと、あ、あ、ほらほら、シュモクザメやっぱ湧いてんじゃん、湧いてんじゃん。ここ湧くぞ、多分湧くぞ、ここ湧き場だぞ。来たんじゃないこれ、イクチオとシュモクザメ食いまくれんじゃないのこれ。ちょっと待って、この群れを一旦壊滅させて、壊滅させて様子を見よう。ちょっと待って、邪魔邪魔、すげえいる、すげえいる、兄弟もめっちゃいるから、すごいここ三つどもえの戦いになってんだけどすげえな、弱肉強食だな、まさに。すごいすごい、あ、ほらほらほら、どんどん出てくんじゃん、どんどん出てくる、すごいぞ。イクチオが超湧いてくるぞ、これ来たんじゃない、これ来た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 、すごい、途切れることなくね湧いてきますね。そしてね、身体測定を忘れてました。今レベル56で、あ、そんな大きくねえな、レベル56結構でかいと思ったんだけど、イクチオよりちょっとでかいぐらいだ、普通のなんかちょっとでかいサメぐらいの大きさですね。いやー、ちょっと待って、これガンガンレベル上げていかなきゃ。とりあえずこいつらをね飲み下せるようにならないと、の丸飲みできるようになりましょうね。どれくらいかかんのかな、70とか、いや100超えないと無理か、きついなおい。よし、見てくれ、イクチオとシモクザメの仁義なき戦いの間にですね、割り込んでですねこの途切れることなく、もう延々に戦いが続くんだね、こいつらね。これはこれでロマンだよね、一つのね。うん、そして今レベル99になりました。さあ来るぞ、引き切った、100、レベル100になった、ついに、ほら、見てくれこれ。うわー、イクチオは丸飲みできるようになりましたね。あ、丸飲みっていうか加えられるようになりました。しかしですね、まだですね丸飲みできないんですよこれ。結構でかいんだよ。違うのかな、シーラの飲み込み力が低いのかな。こんだけで体格差あるのにね、あそこで、あとでこうやって吹っ飛んじゃうようになったんでね、あまりにもパワーがありすぎてだからなかなか食べられなくなっちゃった。一撃で倒さないと。ちょっとこれ、早く丸飲みな、できるようにしたいんだけど。あー、お、お、今飲まなかった？今飲んだよね。お、あ、来た来た、やっと丸飲みできるようになった、やったぜ、見てくれ見てくれ、でけえ125。さあ、ここでほらほらほら、ほら、飲めるようになったぞ。ついに飲めるようになったぞ。そして、モヒカンもすごいことになっている。あった、来た。これは、はい、行くよ。はい、悟空。やった、ほらほらほら。はい、悟空、ほら。もう勝手に勝手に、イルカの方から勝手に口の中入っててくれるからね。いや、すごいぞ、すごいぞ。やった、ついに水生爬虫類を超えた。水生爬虫類を超えたぞ。やった、魚類の勝利だ。やりました。オッケー、オッケー。これでガンガンレベル上げられるぞ。ガンガン上げてく、ガンガン上げてく。はい、というわけですね、ついに来ましたよ皆さん。ほら、150になりました。なんかね、もうこのラッシュでかいなんか相棒もでかくなってんな一緒に勝手についてきたやつねえ、これなんかラッシュさんの周りでも勝手にポンポン湧くんで、ほらほら、どん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 出てくんだから、どんどん出てくんのこれ、すごいよね。よしよしよし、そろそろちょっと違うところ行ってみましょうか。150になりましたしね、もう水生爬虫類は飽きたよ。うん、食べ飽きた。
いいからいいから。もう、ほら、でもどんどん出てくる。ねえ、よし、ちょっと違うところ行ってみよう。なんかいないかな。おっと、小魚がいる。ドリンクバー行きます。ドリンクバーすごい。やった、海はついにね、ついにシーラにとってのドリンクバーになりましたよ、小魚たちはね。さあ、なんかいませんかね。おっきい魚いないのかな。うえー、なんかいなくな、全然魚いなくなっちゃったな。ちっちゃかった時あんだけ危険だったのにな。シュモクザメじゃねえや、ホウジロザメ。ちょ、あいつに復讐しに来たい。おっと来た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 ぞ、おらタイガーシャクか、おらおら、おい、すごいすごい、サメ軍団、サメ軍団一撃、やりました。飲みまくり、そしてイルカ飲みまくり。うわ、どんどん来る。おい、いいね、いいね、いいね。わあ、古代も来たぞ、古代の群れも来たぞ、古代の群れ、古代の群れも、あ、ここはあれか、タイガーシャークと古代ザメの縄張り争いが繰り広げる。結構こういうポイントがいろいろあるんじゃん、これ。ガンガンレベル、あ、来たな、ホウジロザメ。出てきやがった、ついに。お前、おい、おいおいおい、さっきはよくもいじめてくれたな、この野郎。おっしゃ、一撃で殺してやりましたよ。おい、やったやった、すごいすごい。すごいな、これ。もはやこれは海の主になりましたね、完全に。いやー、もう一匹の主と戦うにはどれぐらい、やっぱレベル200はいりそうかな。ねえ、結構でかかったからな。どれぐらい上げればあいつと戦えるんだろう、モササウルスね。さっきからさ、この辺りでサメを倒しまくっているんですが、ほら、古代ザメがね、飲めるようになったんで、なんかこの辺から湧いてくんだよね。なんかこの辺に湧き場があるんじゃないかと思うんですけれども、なかなかね、見つかんないんだよね。あそこか、すげえ出てくんな、あそこ。あちょ、ここじゃん、ここ湧いてない、湧いてない、ここ古代ザメドリンクバーなんじゃないの、もしかして。やった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 、来た来た来た、ほらほらほら、やったやった、ついにこのグレートマップでも見つけましたよ、ここ。無限アップポイントを発見しました。やった来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 た、よし、これでちょっと200まで行く、200まで。つうか、これさ、湧き方がえげつねえんだけど、すげえレベル上がるぞ、これ。早送りいらないレベル、これ。すごくない？すごくない？これ。うわ、もう、あっという間に200なんだけど、ほら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 、ほんのなんかこれ数十秒じゃない？これ。うおー、来た来たよ、ほら、みんな来たよ、来た来たよ、来たよ。はい、99、はい、来たよ。はい、200、やったやったー、すごい、これ行くかね、行くか、これモササウルス。もうそろそろ行けんだろ、200。超でけえぞ、ほら。もうなんか原子力水、潜水艦みたいになってきた。いや、なんかさっきから探してんだけどさ、モササウルスパイセンいないんだよね。あんなでかいからすぐ見つかると思うんだけど、意外といないんですよね。こんな綺麗な遺跡あったっけ？あったか？ちっちゃい時な、ちょっとそんなの、わあ、いた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 、でかくない？モササウルスでかくない？こっちレベル200だぞ。お前レベルいくつなんだよ。同じぐらいあの大きさあんじゃねえか、これ。すげえな。よし、行ってみよう。行くぞ、おらー、くらえ、パイセン。お、強い、さすがパイセン。勝て、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 よし。あ、でも倒した倒した、やったついに、モササウルスを倒しました。やったぞ、でかい。なんだこいつら、邪魔だな。おいおい、今勝利の雄たけび中なんだよ、この野郎。おい、サメ。おしよしよしよし、やったぞ、ほら、駆逐してやった、駆逐してやったぞ、ほら、どうですかこれ、でっかい、サメが小魚にしか見えないんだけど。いやー、でかいな、モササウルス。おっしゃ、倒した、やりました、やりました、超レベル上がります。いやー、オッケーオッケー、ちょっと待って、もう一発戦おう。いや、でもモササウルスでかいね。レベル200と同じくらいってどんだけできんだよ、あいつ。めちゃめちゃ強いんだろうな、ね。やっぱまあ海の覇者はね、やっぱでかいよね。ほら、あれホウジロザメだよ、あの大きさ。ほらほらほら、周りにいるのね。あれホウジロザメ、これこれこれ。これキングだよ。あの前のマップの時のキングがこれ。モササウルス、半端ないぞ、でかさが。どんだけでかいんだよ、あいつ。すげえな。やっぱ海の王者はちげえな。ねえ、あいつ丸飲みできるようになりてえな、そのうち。ねえ、いつかね、絶対ちょっとやりますね。今回はちょっとモササウルス倒したからね。まあ、これで良しとしますよ。ちょっと待って、もう一回戦うから。もう一回戦う。おし、見つけた！見つけたぞ、パイセン、この野郎！おら！おし、行くぞ！あ、痛い！結構強い、結構強い！強いな！あ、やばいやばい！半分くらいやられる！強い！さすがだな！レベル210でも、おい、倒したけど、
倒したけど、ほら同じくらいじゃない大きさ。結構ほら結構競ってんな大きさ。強い。半分くらいやられたぞ。これ200でも余裕で倒されるね、何にもしなければ。5秒くらいで。強くね、モササウルス。うーわすげえ。なんか全然勝ったけどまだまだって感じするね。これレベル500くらいにならないと対等に戦えないんじゃないのね。えもう楽勝で勝てるっていう風にするには500くらいにしないとダメなんじゃないのね。うわすげえ。ちょっともう一回ラスト、もう一回戦って終わりにしようね。えさあどこにいる、どこにいる。結構なんかこの辺で湧いてるっぽいけどな。近くにいるはずだよ。探そう。あ、いたいたいた。ほら来た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 。行くぞ。あれバグった、動けなくなっちゃった。嘘だろ、なんだよ。いやーやっぱでっけえなー、モササウルス。うわ来た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 。怖い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 。やっぱ王者の貫禄だね。いやーやりましたね。でもね、モササウルス倒しました。レベル200でやったー。なんとか達成できたよ。これができないとね、次いけないからね。でもね、レベルアップポイントとかも、レベルアップの仕方とかも分かったから、次からね、ガンガンいろんなやつを大きくしていきたいと思います。次はカメ、おわ、すごいぞ。いっぱい来た、いっぱい来た。古代ザメも来た。すごい、なんか古代の海みたいじゃん。これ超ワクワクする。よし、ちょっといろいろで巨大化シリーズ、これからね、やっていきたいと思いますので、ぜひまた見てくださいね。今日は最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺でまた見てね。バイバーイ。